それからその次、これは一応知っておいていただいた方がいいですよということで、つけておきました、相続税、贈与税のですね、株式評価額ってやつですね、特にそこに赤で書いておきましたですけれども、贈与の際に利用価値がありますということですね、相続の場合は時期を選択できませんのでね、贈与の場合は非常にタイミングよくですね、やった場合には、非常にいいですよと、贈与税、相続税の節約になりますということですね、特にそれはこういうふうにですね、短期間で株が急騰した場合ですね、ダーッと上がった場合で、これがですね、例えばこういうふうに、ちょっとこれもっとここで、こっちもこうかな、こういうふうにですね、こうですね、で、これが今、6月だとします、5月だとします、4月だとしますね。でこういう状態で株がここにダーッと上がったと。で、またたまたま今日6月の10日、お亡くなりになった。ここですね。ここで、まあ、仮にそうですね、1500円ぐらいでしょうか。1500円。この時の株価1500円。で、まあ相続の場合は、この一番上ですね、被相続人の死亡した日、亡くなった日の終わった値段。まずこの値段が何ですか、評価額の一つの候補になるわけですね。それからその次、相続開始の属する月の月平均終わりね、要するにこの6月、この6月の月平均、ここのこの月平均、まあ月平均ですから、まあいいや、このぐらいな感じですよね、これ、ここが一つ、それからその前が、月の前月の月平均、ね、前月、月平均、ここの月平均、まあこのぐらいのところでしょうかね。から前々月の月平均、ここの月平均、こうですね。ですから、ここの月平均、ここの月平均、ここの月平均とその日の終値、この4つの中から一番小さいものを選んでいいですよ。一番小さいもの、誰だってこれ選びますよね。ここまあ、仮にこれがいくらですか、500円ぐらいします。これがね、だから今1500円のものを500円でこれを課税額にしていいですよって、ね、そうするとこれで、ここで例えばですね、時価これ、これ1万株、まあ1万株、10万株でもいいんですけど、まあ、1万株したら1500万円ですよね。1万株1500万円買ってですね、で申告するときはこの1万株500万円、この500万円で相続しますと。で時価1500万円のものを500万円の課税対象で申告するわけですね。1000万円税金が得します。1000万円、こういうふうにやっていいんですよと。ただ相続の場合はこうねタイミングよく持ってる株がこんなふうになるとは限りませんからね。で亡くなってから買ったんじゃね、それは本人じゃないだろうって、誰が買ったんだってことでね、それは贈与にかかってくるだろうということでおかしくなっちゃうんです。だからそれは亡くなってから買ったんじゃ間にはダメですから、これは贈与の場合はね、贈与する人がこう短期間に上がった株を買っとけばいいんですから、買ってよしこれを贈与しようと、贈与するときにこれを使ってよし贈与のこれで申告しようと、これでいいんですから。だからそうすると1000万円くらいのね財産が、贈与税払わなくてポーンと息子なりね、誰にポンと送る、これは美味しいですよ、ものすごく、ね、こういう 4つの中から選んでいいですよと。この方法が贈与税のと相続税の時だけだったらあまり利用価値ないんですけどね、相続税贈与税どちらにも使っていいですよ、ですから贈与税使っていいんですよ、ね、これは選べばいい。特に今みたいな時期はですね、ものすごく短期間にこう上がってますから、みんなねバーン上がってこうなっちゃったらアウトですよねこうなっちゃう可能性のものを選んじゃダメですよ。もうじゃあ何の、ここでその税金は節約したけども、今度こっちが値下がりして損が出ますからね、節約した分損なんては何もことはないです。だから、こう上がって、そこからさらにと上行くようなね、だからこういう時にもやっぱり、ただ株価が上がっただけじゃなくて、その上がった株価が将来、維持できるのか、あるいはもっと上行くのかと、そういうそのこの企業自身のそういったその投資対象としての見極めもある程度加味しなきゃダメですよということですね。こういうのを言ってこいって言いますけども、言ってこいになるような銘柄を選んだらですね、これはダメですよということですね。
今ここにいっぱいありますね、どこどこありますね。あんな この間でも社長にもお話したように、あれですね、この間ついこの間130円ぐらいの株がでー上がって、今230円235円ですか、昨日100円上がってんだかなね、こんなもんだってすごいですよ。これ10万株買ったってね、10万株買ってこれ1億3000万で2億3000万になってんですからね、1億円儲かって1ヶ月ですか、大体2ヶ月ぐらいですかね。もうめちゃくちゃですよ、このところ流れ方。あれなんかも私もいいなと思うと思いますね。ソニーなんかね、ソニーあの時いくらですか、2720円ですか。ストップ安ストップ安で2日、その前が3720円だったものがどんどんと2日500円500円下げて2720円、これここでそれでどーっとこう上がって、昨日あたりは3500いくらですか、もう800円上がったんですよね。あと200円でここまで届くんです、あと200円で、ここのものブワーン上がってますからね。ここで買っといてこれを持ってくればいいですよね。ただあれはこの月中平均ですからね、平均するともうちょっと上でしょうけどね、これ下ったところですからね。今はでもこういうふうにね、だーっともう上がってますから、そういう銘柄を選ぶのには非常にいい時期ですよね。いいと思いますよ、こういう。このあれをね、知っておかれるといいと思います。余分な税金って言いますかね、脱税じゃないですかね、こういうの、こういうのも文字通り節税ですからね。